小倉唯です。小倉唯のゆいルーム第5回がスタートしました。この番組はお部屋でまったりとくつろぐような感じでゆるりとお届けしていくラジオです。はい、今回でもう5回目のね放送となるんですけど、あっという間ですね。そして気づけばもう7月も終わりということで、先日7月26日にはついに私のセカンドアルバムチェリーパスポートが発売されました。イエーイ。皆さんもちろん今このゆるームを聞きながら手にはチェリーパスポートありますよね。大事なことなんでもう一回聞きますよ。ありますよね。さすがよくできるルームメイトの皆さんね、ちゃんと皆さん楽曲も聴いてくださってますかね。はい、で実はねこの収録がまだアルバムの発売前にね収録しておりまして、なのでまあ本当に発売もドキドキなんですけどね、今からちゃんとたくさんのね皆さんの手元に届いて楽しんでいただけてたら嬉しいなと思います。でそしてまあ紹介するのは来週以降にはなってしまうんですけども、ぜひアルバムの感想なんかもね番組宛に送ってもらえたら随時ご紹介していけたらなと思っておりますので、皆さんどんどんお便りも送ってみてください。そしてそう、今日あれだ、私7月30日ポストを私からやってるんですよ、このチェリパスのね都内でかな。そうだからもしかしたらこの番組聞いてる方で今日は本物のね、本物ってなんかね前回から結構ホットワードなんですけど、本物の私に、本物の小倉唯に会った方もいるかもしれないんですけど、ありがとうございました。今回結構いろんな地方もあるのでね、ぜひたくさんの皆さんに会えるの楽しみにしております。ではではそろそろ参りましょう。小倉唯のゆいルーム、皆さん最後までゆっくりしていてください。この番組はキングレコードの提供でお送りします。小倉唯セカンドアルバムハニカムハイタッチメモリーフューチャーストライクに加え、テレビアニメズレズレチルドレンのエンディングテーマなど新曲もたっぷり収録、小倉唯チェリーパスポート発売中。翔太最新ライブブルーレイ &DVD 発売。今年の2月に代々木第一体育館にて開催されたライブツアーの模様を完全映像化、蒼井翔太ライブ2017ワンダーラボプリズム、8月9日発売。わしの活躍は永久不滅や、呼んでますよアザゼルさん。ブルーレイボックス好評発売中。絶対に買えよボケ。小倉唯のゆいルーム、改めましてこんばんルーム、小倉唯です。さてということで、ちょっとここでフリートークをしたいと思うんですけど、ちゃんとフリートークするときはこう言ってくスタイルでね、フリートークするよーってちゃんと提示してからね、はい、フリートークしますよ。はい、そうで私今日何喋ろうかなって思ったときに、ちょうどですね、まあ、アルバムもかけて、アルバムもちょっとね引っ掛けてなんですけど、最近お買い物をしまして、というのも結構セールの時期じゃないですか、最近。どこかしこもね、こう、なんて価格争いと言いますか。なんかそういうのがね、いろんなブランドさんとかね、企業さんで繰り広げられておりますけど、そういう、まあ、セールとかに便乗して私もいろいろお買い物好きなんで、まあ、私の場合は別にセールじゃなくてもすごい服買うんですけど、まあまあ、セールだとよりそういうね、買い物物欲というか、そういうものがね、こう刺激されね、いろいろあれこれ欲しくなっちゃって、いろいろ買ってしまうんですけども、そう、で、結構このセールの時期に思ったのが、今回そのチェリーパスポートっていうアルバムを出したじゃないですか。だから、それもあって、すごく、なんか、女の子の最近の服って、桜も柄流行ってるんですか？なんかね、っていうのも、まあ、女の子とね、リスナーさんがいたら、ああ、そうかもって思う方いるかもしんないけど、で、男性のリスナーさんで、お、確かにっていう方がいて、めっちゃスラフで、びっくりなんですけど、なんか、そう思っちゃうぐらい、本当に、いろんなブランドさんで、私の好きなブランドさん、行くと、あ、桜んぼ柄だとか、チェリー柄だって、目に留まるのすっごい多くって、
だからついついさ、まあ全部がさ、そりゃそうよね。私に向けて作ってる商品じゃないんだけどさ、別に。でもなんかまんまと、これはみたいな感じで、どうしてもこう、チェリーパスポートとね、重ね合わせてしまって、まんまと桜んぼのお洋服がどんどんなんか増えていってね。別にどこで着る予定もないんだけどさ、そんなね、大事にしてくっていう、このチェリーパスポート。ね。いやー、だから、我ながら、すごい、そういう影響されてるなって思いました。そのチェリーパスポートにね。はい。そう。それで、結構私、服をめっちゃいつも買っちゃうんで、なんかね、こう色違いで買ったりとかお気に入りのものがあるとね。だからまあ、私の買い方ほんと、まとめ買いをバーってしちゃうんで、まあ人によってはなんか、どうなのみたいなね、ちょっと、異を唱える方もいるかもしれないんですけど、でも買い物大好きなんでね、まあ、いいかなって思って、いや日々ね、こう、日々のね、癒しとして買い物するんですけど。そうだから、あまりにも、私、さくらんぼの洋服買いすぎて、もう、これはポスト私買えたから着てこうかなって思うぐらい、消化していかないとさ、だって。ね、日常でそんなチェリーの仲間が着てもさ、どんだけ自分ならば好きなんやねん、みたいな。ね、好き好きマンになっちゃってるからさ、そういうことじゃないんだよ、別に。そういうことじゃなくて、ただ単に、あ、チェリーだってなんかね、リンクさせて買っちゃうだけなんで。まあ、そんな感じで、フリートークでした。では、皆さんからのお便りをご紹介していきましょう。ルームネーム、高みきさんからです。ありがとうございます。ゆいちゃん、こんばんルーム、こんばんルーム。私は今大学1年生なんですけど、今めっちゃコスメにハマってるんです。ゆいちゃんはコスメ好きで有名ですが、今リップを探してて、持ちがいいリップとか、おすすめのコスメがあったら、デパコスでもプチプラでも教えてください。PS、私が好きなコスメは、デパコスだとリップ、ローラメルシエ、クリームスムースリップマンゴー、そして3の、シマリングリップジャム24番。そしてチークだと3のチーキーシークブラッシュ14番。プチプラだとアイシャドウがエクセルのスピニーリッチシャドウというものと、アイライナーはモテライナーブラウン。そしてリップが、これ初めて私聞くかも。ルベランミニョンワンストロークルージュ。これはあれかな？プチプラのブランドかな？この名前はね。あんま聞いたことないな。のシュガーローズを使ってるってことでありがとうございます。もうね、今聞いてもらってる男性職のみんなごめんよ。わからないよね。今全部暗号に聞こえたんじゃないかな。呪文に聞こえました？申し訳ない。じゃあ、もう一から説明していくと、まずデパコスと、プチプラのコスメっていうね、だいたいコスメだと2つのジャンルに分けられるんですけど、でデパコスっていうのがいわゆるデパートコスメって言って、まあ、百貨店だったりとか、ちょっとこうね、いろんな洋服ブランドさんが入ってるようなこうビルとかによくあるようなちょっとお高めの高級のよく聞いたことある、例えばシャネルとか、そうだね、イブサンローランとか、結構そういう大きなブランドさんがやられてるコスメがデパコスって呼ばれるものですね。はい。そして、プチプラって呼ばれるものは、プチプライスのコスメっていうことなんですけど、このコスメどっちかっていうと、薬局さんとかドラッグストアとか、割と手に入れやすくて、価格もどちらかというと、まあ安価で、はい、よりこうね、いろいろなものを、こう、安値で試せるっていう意味では、まあ、どちらもね、メリットもデメリットもありっていう感じなんですけども、そんなことで、みんな、男性の皆さんごめんなさいね、ここからの数分間はちょっとね、大変な方もいるかもしんないんですが、頑張って、まあ、ついてきてもらってね。はい。で、この、高みきさんは、リップを探してるということで、今使ってんのが、私このリップ知らないね、ルベランなんちゃらかんちゃらのとこ。そうだな。私が今、なんだろう、あるかな、好きなリップは、それこそちょっと前に、自分のインスタグラムで紹介したんですけど、ディオールの、ちょっとね、名前出てこないな。見てください、私のインスタグラムに。ディオールのね、リップが載ってるんですけど、あれ、ティントタイプのもので。で、ティントっていうのは、唇に直接こう色が染まるみたいなイメージなので、すごく色持ちが良くって、落ちづらいリップになってるんですけど、それがすごくお気に入りだったりとか、あともう一個、今、クラランスっていう、デパコスになるんですけど、デパコスの、リップオイルかな。すっごく見た目が可愛くて、で、これもちょっと後でね、インスタとかにあげれたらなって思うんですけど、グロスとオイルの中間のようなリップが発売されていて、結構最近話題にもなってるんですけど、それが本当に可愛くて、で、
とにかく保湿力もあるし、見た目が本当に可愛いんですよね。あの、透明なパッケージで、で、色が5種類から4種類ぐらいあるんですけど、黄色とかピンク、オレンジ、赤とか、本当にこう、並べてるだけでも見た目も可愛くて、なおかつ保湿力も高くって、もう唇もすっごくプルプルで綺麗に見せてくれるので、とにかくおすすめですね。で、あと同じ、そうですね、リップのケアで言うと、あの、さっき言ったディオールっていうブランドのマキシマイザーっていうあのリップがあって、これ多分女子ならはいはいはいってなるマキシマねみたいなはい、通称マキシマと呼ばれる、もう女子のあのリップケアアイテム、あの支持率ナンバーワンのアイテムだと思うんですけど、私もマキシマイザー本当にめちゃめちゃお世話になってて、これ何がすごいかって、塗ると少しあの唐辛子成分みたいなのが配合されてるらしくて、こう独特の刺激を感じるんですよ。ちょっとピリピリするようなリップに刺激を感じるんですけど、でもそれがこう刺激されることによって、あの唇がよりふっくらちょっとポタッとなんか柔らかく張りのある唇になるんですね。でツヤ感もあって、もちろんそれ一本でも使えるし、こう口紅とかね、いろいろグロスとかも下地として塗るとより唇がふっくら綺麗に見えるってことで、これ本当におすすめでね、はい、女の子でね使ったことない方いたら、ちょっと高いんですけど、でも買ってて損はないかなっていうアイテムですね。まあこの他にもちょっとプチプラね今紹介できなかったんですけど、あのいろいろ紹介していきたいんで、ぜひ女の子であのいたらね、コスメのこととかもこうやって送ってもらえたら、なんか答えると思うんで、はい。で、男性の皆さんお待たせしました。終わるよメールありがとうございました、聞いていただいて。はい、そんな感じでございます。ではもう一つ紹介していきましょう。ルームネーム、ユーゼントさんからありがとうございます。ゆいちゃんこんばんは。こんばんは、初めてラジオ番組にお便り送ります。ありがとう、今日は教えてほしいことがあってメールしました。それは体を柔らかくするためにゆいちゃんが日々気をつけていることや続けていることです。僕はとても体が固く、前屈をしてもすねにも届きません。はぁ、体を柔らかくしたいと思い、一時期自分で調べてストレッチなどもやってみましたが、なかなか効果が出ず、結局長続きしませんでした。自己紹介で体が柔らかいとお話しされていたので、その秘訣を教えてもらえたらと思いメールしました。ゆいちゃんに教えてもらったことであれば、めげずに頑張ることができると思います。よろしくお願いします、ということでありがとうございます。あー、体硬いっていうことね、結構こういう悩みの方いますよね。本当に体硬いんですみたいな風に言う方は結構聞くんですけど、私自身でもそもそもなんで、まあ、柔らかい方だと思うんですけど、なんで体が柔らかいかっていうと、私実は幼い頃、幼少期ずっとクラシックバレエ習っていて、多分それがあって、こう今、こう柔軟性の高い私のこの体があるというか、身体があるので、だから、決してこう日々ね、なんかこう継続していることっていうものは、そんなないんですよ、実は。だから、あんまりこれを言っちゃうとね、なんか硬くて、今頑張ってる皆さんにあんま反感買うようなことはしたくないんですけど、でも、なんかアドバイスできるとしたら、そうですね。そうだな。でもやっぱストレッチは効くと思いますね、やっぱり。普段あんまりやんないんですけど、私は。でもライブ前とかになると、やっぱりダンスもすごく踊る機会増えてくるので、結構ストレッチもやるんですけど、やっぱ久々にストレッチすると、この、いつでも柔軟な私でも、さすがに、あ、ちょっと硬くなったなって思うんで、やっぱり日々ね、そうやって体を順応させることってすごい大事だなって思ってて。やっぱ、まあ無難だけど、お風呂上がりとか、体のこう、温まってる時に、伸ばすとすごく伸びるんじゃないかなって思うし、あとはやっぱ、そうね、自分のこう、気とか、こう気持ちを奮い立たせるような、なんかそういう何かがあるというね。例えば、開脚しながら、なんだろう、このチェリーパスポートを聞きながらまず柔軟するでしょ？で、聞きながら、開脚して、で、その手を伸ばした先に、このアルバムの歌詞を置くとか。で、そこに届かないと、歌詞を見ながら歌が聞けないとか。よくわかんないですね自分で言っててよくわかんないんだけど。なんかね、なんだろう。例えば、チョコが好きだったら、なんか、動物的な、これ、あれになっちゃうかもしんないけどね、学習みたいになっちゃうけど、
あの、手を伸ばした先にチョコレート置いといて、そこに届いたら、チョコ一個食べれるとか。そうですね。馬における人参わかりませんが。どうですかこんな。いや、だから、申し訳ない。私がね、柔らかいから、こう、硬い方に向けてなんて言ったら効果的かとか、ちょっとね、推測、ね、しきれない部分があって、どうなんでしょう。でも、応援はしてるんで、あの、その気持ちだけでも届いたらいいなと思います。頑張ってください。ということで、ここまでとなります。今後もどしどしお便り送ってきてくださいね。では、ここで一曲お届けしましょう。現在発売中のセカンドアルバム、スリーパスポートより、小倉優衣で、プラチナパスポート。こちらはいわゆるお悩み相談コーナーです。ラジオの王道ですね。みんなどんな相談でも頑張ってお答えしていきますが、最終的な判断は自己責任でお願いします。では早速ご紹介していきましょう。お、こちらなんとハガキでいただきました。わー、嬉しい。ルームネームこのはさんからありがとう。こんばんルーム、こんばんルーム、そうだこの BG 忘れてたわ。何回聞いてもやっぱインパクトあんだよな。はい、僕は字があまり上手ではありません。できる限りパソコンで打つようにしています。しかしどうしても手書きの時丁寧な字を心がけるようにしていますが、効果がありません。ゆいちゃんは字を書く時何か心がけていますか、ということでありがとうございます。字についてのねご相談ということでですが、このコノハさんは今回ハガキで送っていただいたので、字でちゃんといただいてるんですよね。手書きの字でね。はい。で、見る限り、その、コノハさんが気にしてるほど、そんなに字が、特筆して汚いというか、そんな風には今、私イメージとして受け取らなかったんですけども。まあでも、とは言ってこうね、卓抜してすっごい達筆ですみたいな、まあそんな、確かにそういうニュアンスでもないっていうのは、まあ、確かな感じなんですけど、でも決して、ちゃんとこう、受け取れるし、やっぱり、私が最近日々思うのは、この時代はね、インターネットっていうか、パソコン主義文化みたいなね、スマホ主義みたいな、こういうご時世になってきてますけど、そういう、こういう時代だからこそある、この手書きの文字のね、なんかこう、需要というか、こう、重要さってすごく大事だなって思っていて、だから、すごく思うのは、もちろんね、こうブログの私よくコメント皆さんからのメッセージとかも、いつも結構チェックする方なんですけど、そういうこう、さりげないね、やりとりとかコミュニケーションっていうものも、もちろん励まされるし、やっぱり日々のね、こう、細かい部分での糧にはすごくなっていくし、やっぱ、すごくやっぱ細かな連携が取れていくと思うんですよね、ああいうのってね。なんで、すごく勇気もらえるんですけど、それとはまた別の、こう、軸として、やっぱこう、直接的なお手紙とか、皆さんが直筆で書いてくださったファンレターとか、もうすごく私大好きで、だから結構、まあ、人によってわかんないけど、なんか本当に読んでるのかなって思われる方もいるかもしれないんですけど、できる限り、その日のイベントとか、ライブとかでいただいたのは結構、もうそれ、ライブ終わったら、手紙もいただいて、バーって読んだりとか結構するので、だからそういう時にやっぱり、直接的に、やっぱ皆さんの字で書いてあると、なんかね、こうまたパソコンの字とは違ったね、ああいうフォントにも騙されないというか、そういうのと違ったまた個性だったりとか、気持ちとか思いっていうのがすごくこもってる気がして、だからそういう意味では、あんまりね、上手い下手って関係ないと思うんですよね。だからそんなに、私もそんな字綺麗な方じゃないから、この綺麗な字に憧れるっていうのはすごくわかるんですけど、気持ちは。でもやっぱ個性ですしね、それも。まあ最近はそういった個性を尊重っていうかね、するようなね、時代も来てるから、なんか決してその字が上手いだけでどうこうっていうことないと思うし、まあそんな風に思う人はたかがそれだけの器ってことで、大きく構えててもいいんじゃないかなと思いますけどね。
そうね。だから最近はそうやって、こう思いをね、伝えられる文化というか、なんかメディアもそうだし、そういういろんな方法、手段が増えてるから、より難しいですよね。その時の自分の伝えたいこととか、距離感とか気持ちとか思いを、こうどういうものに乗せて伝えていくかっていうのは、なんか、自分のチョイスとかなってくると思うけど、なんかうまく使い分けてね、ちゃんとその思いがね、届くようにできたらいいんじゃないかなと思いますね。はい。ではもう一枚。ルームネームソウタさんです。ありがとうございます。ゆいちゃん、こんばんルーム、こんばんルーム。私には2歳年下で、今年21歳の妹がいます。女の子ですかね。男の子で、妹がいるのか。なるほど。妹は今年から歯科衛生士として歯科医院に就職したそうなのですが、職場の人間関係になかなか馴染めずとても悩んでいました。兄として社会人の先輩として励ましてあげたいと思っていますが、なかなか言葉が見つかりません。私はどんな風に励ましたらいいのでしょうか。よろしくお願いいたします、ということで。あ、なんか素敵ですね。妹さんのためにこうお便り、お相談を送ってくれるってすごく素敵なお兄さんですね。きっとなんかこれだけで妹さん嬉しいんじゃないかなって思いますけど、そっか、なかなか馴染めず、励ましてあげたいけどなんて言ったらいいかがわからない。そうね。こう意外とそばにいる近い存在だからこそ、こう改めてなんて言ってあげたらいいかわかんないってよく多分ありますよね、きっとね。そうだなぁ。ただ難しいのが、やっぱりね、こう悩んでいるってことは分かってても、こう本人じゃないから、直接的にどういうことに悩んでて、こう自分がね、何に引っかかりを持ってるのかとか、そういう細かい部分って分かんないじゃないですか。だからね、あんまりこう、必要にあんまこう励まそうとしてやっても、逆効果でね、それが逆にこう妹さんからしたらストレスになっちゃう場合もあるかもしれないし、逆にね、そうやって態度に、もしかしたら今示してるかもしれないじゃないですか。私こんなに辛いよっていうのを見せて、それでなんか、心配してもらいたいっていう思いもあるかもしれないし、なんかその辺のさじ加減がちょっとね、難しいですけど、そうだなぁ、どうしてあげたらいいんだろう。なんか妹さんのね、性格とかもわかんないから、あれだけど、兄としてね。まあ私の主観的な、そうだな、これを受け取る限りの感じで言うと、やっぱり悩んでるけど、それはあくまで妹さんの悩みだから、やっぱね、自分はたかが兄になっちゃうわけじゃないですか、そういう悩みの場面においては。だから、こういざこざね、自分が何言おうと、結局は本人のことだしね、それが力になれるかっていうのもわかんないから、まあ、温かく見守ってあげて、で、いつでも、やっぱり変わらない存在でいてあげることが、一番、妹さんからしたら、力になるんじゃないかなって、私は思いますかね。だから、なんかしてあげようって気持ちはもちろんあるのはすごく、いいなって思うし、だけど、やっぱりね、それで絡まっちゃっても、やっぱ、ね、思いのすれ違いが生じたら悲しいから、やっぱ妹さんがいざという時に頼れる、いつもいてくれる、いつものお兄ちゃんでいれることが、なんか、本当にピンチになった時とか、本当に頼ってほしい時とかは、やっぱりね、相談してくれる時とか、あると思うんで、そういう時にどしっと、いつものお兄ちゃんで、なんか言葉をかけてあげられたら、素敵なんじゃないかなって、私の個人的な感想では思います。はい、ということでここまでとなります。こんな感じでよければいつもお話聞けますので、ぜひコーナー宛にお悩み相談をお送りしてください。お待ちしています。小倉優衣セカンドアルバム、ハニカムハイタッチメモリーフューチャーストライクに加え、テレビアニメズレズレチルドレンのエンディングテーマなど新曲もたっぷり収録。小倉優衣チェリーパスポート発売中。アンジェラです。テレビアニメアフォガールオープニングテーマ全力サマー、空前絶後のニューシングルはテンション急上昇なアポチュー。アンジェラ全力サマー発売中。水木奈々1年ぶりのニューシングル、最高の2枚ができました。デスティニーズプレリュード、テスタメント、キングレコードより発売中。
つもみ